はい、昆虫手帳発足です。こちらは、金魚ですね。我が家で、ね、飼育していた小赤という、まあ、餌用の金魚としてね結構流通している種類なのですが、この子はいつだったかな、なんかのね水槽を購入した時にその金魚1匹プレゼントしますっていう券があってね、でそれで引き換え券でこの子をお迎えしたんですけど、うちで飼ってるツノガエルの餌にしようと思っていて、まあ、いつかね、カエルがね大きくなったら餌にしようと思ってたんですけど、まあなんか月日が経つにつれて、ね、普通に金魚としてね飼育しているようになったんですけども、今日ねお亡くなりになっていて、でこの子ね浮き袋がねちょっと変な方向に行っちゃっていて、なんか泳ぎ方も変だったので、そろそろダメそうかなって思ってたんですけど、まあ、それが今日でしたね。で、まあ、この子ね、まあ、せっかくなのでうちの生き物たちの中でね循環してほしいっていう意味も込めてね、前回同様ね、こちらのダルメシアンワラジムシに、与えていきたいと思います。前回ねカマキリをね、与える動画で活躍したワラジムシたちですね、この子たちに、与えていきたいと思います。骨だけになるのかどうかっていうところですよね。はい、とりあえず早速与えていきたいと思います。すごいですね、前回のカマキリ、こう手の部分だけねちょっと残ってますね。あとは足の部分がねちょっと残ってたりして、あとは綺麗さっぱりなくなってますね。すごいですね。はい、それでは行きます。せっかくなのでね、まあ、この子たちの栄養になってくれたらなって思います。まあ、やっぱり早速匂いにつられてか2匹が集まってます。それでは、時を早めます。はい、1日経ってこんな感じです。すごいっすね、見事骨だけになりました。これ頭の部分ですね。すごっ。でも骨もちょっとかじってんのかな、まあ、あのカルシウム摂取のあれもあって、多分骨もね若干かじってると思うし食べてると思うんですけど、すごいですね。でも身とかは一切、あ、まあ鱗とかはちょっと残ってますね。鱗はやっぱり食べないのかな、まあそりゃそうか、鱗とかはまあ残ってますね。でなんか尻尾のここの部分もちょっと色は残っている感じはありますね。はい、というわけで、大量のねワラジムシの潜むケージの中に、亡くなったね、金魚を入れてみた結果、ものの1日で骨になってしまったという感じの動画になりました。やっぱりね自然界ではこういう分解者っていうのが必ずいてね、そういったね、小さいね生き物たちのおかげで命っていうのは循環しているので、でまあ自然界の地中ではね、こういうワラジムシよりもっと小さい微生物とかがね分解してくれる役割を担っていて、でまあとってもね重要な役割なのでね、そういうの分解者って言うんですけど、まあそういったね生き物たちもいるんだよっていうことは、知っておいてもらいたいですね。はい、というわけで、まあ気になったよっていう方だったり参考になったよっていう方はぜひ高評価チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。
それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。